カタ散歩始まりました。今回のカタ散歩はですね、こう岐阜県の本巣市やってきております。かなり今日遅い時間からのね、もう日が暮れたのかな、だいぶ暗いですけどね。あの本巣市はですね、薄墨桜っていう三大桜の一つがあるっていうことで、今日はちょっと行けないんですけど、ちょっと山奥なんでね、あの 夜遅くなっちゃうんで、ちょそれ以外行きましょう。はい、ここはですね、あの本巣市役所の、中に来ております。本丸くん、マスドキャラクター、これが多分ね、薄墨桜の、化身ではないんでしょうか。そしてですね、こっちに気になるこの、ほら庁舎に設置して緑のカーテンで収穫したゴーヤですね。ゴーヤかなりいっぱいなるからね、実がね。はい、ここね、富有柿のね、ふれあいセンターがあるんですよ。で、隣の市が富有柿の発祥の地ということで、この本丸くんのね、おでこにね、これ柿があるんですけど、これがね、多分富有柿なんですよね。で、これホタルもね、ここ有名で、ホタル公園とかもありますね。結構見どころあるけど、もうこの時間はほぼやってない。はい、ということで、ここはね、本丸パークというところ。あの本丸くんの生首がね、あそこにあるんですけどね、これちょうど8月なんで、1ヶ月前にオープンしたらしいんですけど、めちゃくちゃ綺麗。いろんな方のね、障害者の方も遊べるような、本当に誰でも楽しめるような遊具の作り方をしてるらしいですね。確かになんか全体的に低いよね、こういうところも。はい、ここはね、月の家っていうね、駄菓子屋さんなんですけど、その民家の方がやってる駄菓子屋さんで、この辺の人たちがね、1000円ずつ寄付をしてですね、で、なんかこの駄菓子屋さんが200円券を5枚発行するんです、その度に。で、それを地域の、こう子供たちに、使っていいよって言って、その時子供たちは駄菓子を200円分買える、買えるっていうか、もらえるっていう感じで、高いですね。はい、ということで本巣市散歩させていただきました。散歩するにはもう絶好の、自然の中の、街ですけど、近くにホームギャラリーがあったりとか、まあ昔ながらのお城とかを築くにはもってこいの場所なんでしょうか。ということで、ありがとうございました。